はい、おひんなる。本日は令和2年、12月の16日です。ただいま広島南警察署に、告発状を提出してまいりました。罪名は公職選挙法違反、被告発人、岸田文雄または関係者と、告発事実1つ、岸田文雄括弧候補者用00210括弧閉じると明記した政治活動用の看板を畑に掲示しており、事務所のない場所のため移動を使用します。2、犯罪の場所広島市南区東本浦町6番、右、事実により厳重に処罰されたく告発する。令和2年12月16日広島南警察署長上新光一殿、この告発状を今提出してまいりました。以上です。